音楽の作曲家。イングランド出身。生涯については何も知られていない。エリー大聖堂において1443年から1466年まで、戦勝者、ワルター、ワルター・カントールとして記載され、1456年に、ロンドン教区司祭に転出した人物と同一である、可能性がある。1474年に、カンタベリーで遺言を残した。フライは、 作品の大半が筆者譜として大陸側で保存されていることから研究者から生涯のほとんどをヨーロッパで過ごしたとみなされている。とはいえ作曲様式的に見るとフライの作品はブルゴーニュ学派の手法よりもむしろイングランドの作曲家の手法に近い。なぜ大陸側でフライの作品が数多く現存するのかというと15世紀イングランドの社夫は 数少ない上、滅多に作曲者名について触れておらず、そのため大量のフライ作品が作者不詳として伝承されてきた見込みがあるからである。イングランドで保存されてきた作品数が少ないのは1536年から1540年までヘンリーパスーによって強行された修道院破壊運動の慣れの果てである。フライ作品にはミサ曲やモテットのような宗教曲と、 バラードやロンドンのような世俗曲の両方がある。すべて声楽曲であり、代表作であるモテット、サルベレジナの筆者譜には、同時代の挿絵が添えられている。ロンドン、トゥーエーパールもいやバラード、ソヤングシナトラエンプレンティットのような世俗歌曲は、しばしば、イタリアから、ドイツ南部から、オーストリアやボヘミアにまでルフしている。これらの歌曲はしばしば筆者され、 編曲されたり盗作されつつ、様々な曲集においていろいろな形で伝承されている。とはいえ歴史的に最も重要な作品はミサ曲である。フライのミサ曲はアントワーヌビュー・ノアやヤコプ・オブレヒトにまで影響を及ぼしたからである。フライのミサ曲の創作様式は当時のイギリス音楽の典型であり、3話音の響きをフル活用し、 時折、イソリズムを織り混ぜている。15世紀後半から16世紀初頭の音楽に、特徴的な、全成部によるテクスチャーと、二成部によるパッセージの対比も見られる。ほぼ完全な形で現存するのは、四世紀のミサ曲、フロス・レガリス・ミサ・フロース・レガリスと、三世のミサ曲、ノビリスへトップルクラ・ミサ・ノビリス・イプルクラ、スンメトリニタ・ティ・ミサ・スンメトリニタティの三曲である。 ありがとうございます。